はい、どうも、自給率なんですが、今回もですね、半妖の夜叉姫の話なんですけど、こちら物語の方をしまして、間違えた。人物か。の方にですね、これ新しいキャラクター相関図、こちら出てきましたので、今日はこれを見ながら、まあ、前回まではね、この10話までの相関図があったんですけど、こっからね、さらに追加されたところ、追加されたね、キャラクターの話や、まあ、今現在ね、未だに15話終わった段階でも、半妖の夜叉姫内でね、謎になってる部分の話とかをね、ちょこちょこしていこうかなという感じでございます。はい。ではですね、こちら15話の新しい相関図になっているんですが、まず一番最初にね、追加されたもので、最も大きい要素となるのが、やはりまあこの、こちらのね、まあ、リンちゃんになってくるんじゃないのかなと思います。で、まあリンちゃんの話していきますと、まあ書いてある通りね、今ちょっと見えなくなっちゃったけど、まあご神木。うん、あのご神木に囚われてるのがね、もうリンさんで確定しまして、で、なおかつ、ここ矢印がまついてませんが、殺生丸様のね、まあ妻であり、妻ね。で、なおかつ、この、主人公二人の母親、母が、まあ、リンさんでね、確定したっていうのが一つね、大きい要素ではあるんですが、まあ、ここもちょっとわかんないところがですね、未だにね、このご神木で眠っている、なぜ眠っているのかとかだったり、なんでご神木にいるんじゃいとか、そこら辺のね、深いところはまあ、わかんなかったなっていうのだったり、まあ、その眠っている原因として、夢の胡蝶っていうのがあるんですけど、この夢の胡蝶が刹那のね、夢を奪っている理由、ここもね、謎だよねって言ってけど、まあ一応今までの話の中で一つ仮定を立てるとしますと、主人公のね、トワとセツナが半妖じゃないですか。半妖であると。で、このちょっと話変わるんですが、この麒麟丸一派が今は狙ってないんですけど、その生まれた当時は、この二人をね、狙っていたんですよね。殺そうとしていた。で、すごい狙っていたんですけど、その時に、探すのに、このゼロっていうのが、夢を使って、この二人の居場所を探そうとしてたんですよ。だからまあ、そうさせないために、夢を見ないこと、眠らせないことによって、夢を見ないことによって、行方をくらませる。行方をくらませるために、夢の胡蝶を利用して、夢を奪っている。で、プラスアルファ、リンちゃん自身も、その半妖の子供を産んだということによって、狙われているのでは。という意味合いで、まあ、ご神木に入れとけば、とりあえず安心なのかな？なんじゃないのかっていう、まあ、をなんとなく思ってるだけです。で、まあ、とりあえずちょっと消しまして。で、続きまして、まあ、次、大きい要素と言いますと、この麒麟丸一派の、まあ、新しくね、ゼロっていうキャラクターがね、出てきましたよと。で、このゼロっていうのが、麒麟丸の、姉みたいだよね、うん。で、その公式ページのキャラクターのね、情報のところを見てみましても、麒麟丸のはね、人間と半妖を嫌っているっていうだけしかないんだよね。これ人間も嫌っているんだね。っていうことなんだけど、まあ、その嫌っている理由っていうのが、まあ、この前もね、軽く話したんですけど、まあ、四魂の玉っていうのがね、あるんですよ。で、この四魂の玉の予言で、人でも妖怪でもないものに滅ぼされちゃいますよっていう風に言われたんだってさ。だからまあ半妖を恐れているっていうこと。人間でも妖怪でもないならじゃあ半妖かなっていうことで半妖を恐れていて、まあ殺そうとしているっていう話だそうです。あと、まあ別の話で、その15話の中でですね、犬の大将に何かしら、まあ、犬の大将っていうのがその殺生丸と犬夜叉のお父さんなんですけど、そいつに何かしらの恨みを持っているのではみたいな、話し方をされておりました。けどまあ、基本的には謎です。で、次にまあ、追加されているのが、まあ、ここですかね。なんだろう、弥勒三五一家が追加されたよっていうところ。まあ書いてある通り、琥珀のね、姉であるサンゴちゃん。まあちょこちょこ登場してたね、この妖怪退治屋の一員である翡翠。翡翠の親、お父さんお母さんであるね、弥勒さんとサンゴちゃん。で、なおかつこの、犬夜叉かごめと共にね、一緒に旅をしていたメンツが、まあ追加されていましたよ、という話で。で、今現在弥勒さんは、まあなんか修行をしているっていうことでね。
なんだっけ、千日行っていう、なんか千日修行することによって神通力を得る、修行をしているそうです。っていう感じで、今んとこ800日過ぎて、あともうちょい修行 してますっていう感じだね。で、まあ、ここで気になるのがですね、まあ、ミロクちゃん、サンゴちゃん、玉とね、まあ、追加されたわけなんですけど、ここにもう一人いるんですよ、娘が。金ウちゃんっていうね。で、その子だけ、まあ、このね、中に描かれていない。で、なおかつ、その、このミロクさん登場時にサンゴちゃんとね、玉とちゃんはね、登場したんだけど、まあ、このキングちゃんだけ登場してない。まあ、その登場していないから、このね、相関図にもいないのかなっていう話ではあるんですが、まあ、ちょっと気になるよね。なんでいないんすかっていう。で、次は、まあ、ここ、いつかな。司教のね、最後の一人、東鉄さんがね、まあ、追加されましたよと。で、この東鉄っていうのが、弥勒さんがね、登場した回で出てきた妖怪なんですけど、徳の高い、僧侶とか、お坊さんをね、を好んで食らう妖怪で、まあ、よく食べる、何でもかんでもよく食べるっていう妖怪です。まあ、そんぐらいですね。で、前も話したんですが、司教の中のね、九鬼さんと東鉄さんはもう死んでいるので、実質司教はもう、この頭骨と混沌のね、二人ですっていう感じです。で、続きまして、邪剣様もね、まあ、登場したよっていうことなんですけど、まあ、書いてある通りね、摂政丸様の従者をやられている方で、ユリア社からね、登場していたキャラクターなんですが、登場した当時はね、顔怖っ、やばっていう感じだったんですけど、この15話、改めてね、登場しまして、カゴメにね、手紙を渡すみたいなシーンがあるんですけど、それを見ますとね、なんか、あれ、邪剣様もだいぶ、その心境の変化みたいなの変わってきたのかなと言いますか、愛嬌が出てきたよね。やっぱりこれもリンちゃんが与えた影響なのかなっていうのを考えてしまうような、いいなーっていう、はい、そんな感じです。まあそんな感じですかね、とりあえず、相関図で新しく追加された部分の話で言いますと、で、まあ続きちょっと謎の部分なんですけど、まあさっき言った通りでね、夢の胡蝶は謎だけど、まあ仮説を立てるのならば、刹那のために、まあ刹那とはの居場所を探らせないためにやっているんじゃないのかなっていう。で、もう一つ疑問なのがやっぱりここね、結局リクさんの目的がね、まだ未だに謎と言いますか、虹色真珠集めだとは思うんですが、あ、そうだ、その話あったら虹色真珠がゼロの元々涙だという話、謎だねゼロの涙って何なんだろうね。あ、でもさ、そのイザヨイさん、犬夜叉のお母さんの涙が黒真珠になるじゃん。で、ゼロの涙も真珠になる。そして悠々白書のユキナさんも、なんか涙を真珠みたいな、なんかなってたよね。だからこう女性の涙がなんか真珠になりがちみたいな、なんかあるんすかね。ちょっと話変わっちゃいましたが、リクさんはそんな感じで、虹色真珠、ゼロの涙を集めていると。で、そのリクさんが、この、考察というか、まあ、説でね、この、司教の一人なのでは、みたいな。司教のね、一人なのでは、みたいな感じに言ってたんですけど、まだ、その、全員登場してない時ね。うん。けども、司教全員出てきたんで、もう司教じゃなかったですね、リクさんね。司教じゃなかったし、で、もう一つの説で、その、麒麟丸と、これ、同一人物なんじゃないかな、っていう話あったんだけど、これもね、同一人物じゃなかったです。15話の時に、その、麒麟丸を眺めるリクさんの姿を、確認ができましたので、なんかまあ同一人物でもないと分かったんですが、とはいえね、なんか似てるなというものがあったり、この位置取り、リクさんのこの位置見てくださいよ。このキリン丸一派に明らかにね、近しいところにいるっていうのも、まあこれはもうヒントなのかなと僕思います。ということはですね、まあ何かしらやっぱり関係がある。けども、司教でも同一人物でもない。まあワンチャンね、元司教で、その別のやつね、旧機が入ったからリクが抜けたみたいなあるかもしれないんですけど、まあそれ以外で考えますと、ここはね、また兄弟なんじゃないかっていうね。ゼロ、キリン丸、リクの三兄弟なんじゃないかなっていう、ちょっとね、思ってます。これ別になんか、こうこうこうだからっていうのないんですけど、まあ似てるからしか理由ないんだけど。それだけの話ですが。まあ以上がですね、とりあえず、半夜の社姫15話の新しい相関図追加されたところと、まだ明かされていない謎はこんなところかな。
ああ、ここね。まあ、キリンを、前見たキリンをサムがまた謎だねっていうのは。あと、個人的にそろそろメイちゃんが見たい。メイちゃんが見たいっていうところで、また今後の汎用ネシャ姫のね、動き楽しみにしたいなと思う感じでございます。ありがとうございました。